田口智朗役をやりました、田口智朗です。今日はですね、まだまだ大変な状況の中、わざわざ劇場に足を運んでいただいてありがとうございます。今日が初日ということで、なんか、感慨深いですね。我々前にいる、おっさん4人のリーダーは、大杉蓮さんでして、きっとこの日を大杉さんも蓮さんも喜んでると思います。今日は本当に、ありがとうございます。松重豊役の松重豊です。100人の中に本当に、選ばれてよかったなと思って、昨日も一昨日もですね、現場でいろんな俳優さんから、俺呼ばれてないんだけど、なんか俺なんか嫌われてんのかなとか、もうそういう話ばっかり聞くんで、やっぱ100人が出るっていうのはそういうことなんだなと思って、この場に入れて幸せです。三井試験役の三井試験です。今日はまだまだコロナが安心できない中、ありがとうございます。このバイプレイヤーズは 4,5 年前にテレビ東京の深夜枠から始まりました。そしてその時から大杉さんは映画になったらいいねって、ずっとおっしゃってました。それが映画になりました。どうぞ皆さん、よろしくお願いします。支度部屋でこう着替えて、そこからここに来るんですけど、車で行くって言うんですね。結構遠いとこ行くのかなと思ったら、目の前の建物でした。俺たちパート2の時、現場でお弁当渡されて5分ぐらい道をゾロ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 こう歩いてたのに、バイプレイヤー、これ同じバイプレイヤーなのっていう感じになっちゃってて、大杉さんもびっくりするんじゃない？あのシーン思い出深いなというようなものってありますでしょうか？七尾さんいかがでしょうか？私はいろんな撮影現場にこう出向いて署名をするシーンがやっぱり多かったので、はい、割といろんな皆様、キャストの皆様にお会いできたんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱりそれがすごく楽しかったですね。いろんなところをなんか豪華にこう回らせていただいて、はいはい、すごく楽しかったですね。やっぱりこう先輩たちとご一緒してるときは本当に楽しい撮影の毎日ですし、僕ら、まあ、若手チームと呼んでもらってるこのチームで撮るときはすごく青春群像劇のような一面もあって、すごくなんか贅沢な時間を過ごしている印象でしたね、撮影。はい、同い年というか同年代でこんだけ集まって、なんかセリフを言い合うっていうのも本当にだん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 なくなってきたというか、はい、なんかこういうふうになんかみんなでこう一緒になんかセリフのやり取りができるっていうのがとても楽しく、はい、できて、で先輩方はもう何ですかね、勉強になるようなことをいっぱい見せていただいたので楽しかったです、はい、たくさんの人が集まるので、だからその初めまして高杉真宙ですっていう、そういうご挨拶するときがすごい緊張してた。毎日なんかご挨拶するタイミングがあったので、それが緊張していたのは覚えていますね。結構毎日毎日高杉真宙ですって挨拶はさせていただいてました。確かにこういった元祖バイプレイヤーズの方々がいると少し緊張しますよね。そうですね、大先輩方が集まっている撮影現場だったので、ね、うん、本当毎日初めましてだったのが本当に毎日クランクインみたいな気持ちで本当に緊張して、あとはその、まあ、ドラマでもその2度目の朝ドラを経験させてもらったりとか、なんかすごく面白かったですね。今回の映画は100人の方たちが出てるので、その100人の方たちからこう1人ずつ友達を紹介してもらってお客さんになっていけば、どんどんこうネズミ算式にお客さんが増えていくという構造にこの映画はなってます。世界初のネズミ講ムービーとしてですね、これから伸びていけると思いますので、ぜひ皆さん皆さんと一緒に映画を育てていきたいと思います。本当にテレビの最中に大杉蓮さんっていう人が僕らの前から突然いなくなって、にわかにやっぱり信じられなかったし、もう3年経つんですけども、まだちょっとどこかに信じられない気持ちがあって、お葬式の時ですらもまた祭壇の裏から、いやみんな驚かしちゃってごめんねって出てくるんじゃないかってずっと思ってて、実は今日もなんかスクリーンの裏で待機してて、みんなを驚かせてやろうと思って、なんかこう後ろでお茶目な大杉さんがいる感覚がずっと抜けないんですね。大杉さんが、日本中のスクリーンの裏で、皆さんが喜ぶ姿を見てるんじゃないかと思うと、なんかこうちょっとこちらもグッとくるものがありますし、その魂が、
届けばいいなと思ってますんで、皆様もどうぞ宣伝の方よろしくお願いいたします。今日こうやって僕ら出てますけど、この後ろにみんな100人の俳優がいます。それでその100人の俳優はみんな大杉さんの意思を継いでこの映画に出ております。なのでどうぞ皆さん宣伝してやってください。よろしくお願いします。30代の時、これ三石さんも一緒に出ましたけども、低予算の映画で、公開初日単館系でお客さんがたったの4人でした、ね、覚えてるよね。覚えてる、それから考えるとうちらこういう場合プレイヤーって言われてる人間たちは過去に何かしらこう傷を持ちながらこう育ってきてるんで、そう考えるとこんな綺麗な劇場でこれだけのお客さんが来てくださって本当に幸せを感じます。レンさんもそれなりの傷つきながら頑張って生きてきた人なんで、今これを見ると本当にびっくり、バイプレイヤーズがこうなったっていうのは本当にびっくりしてると思うんで、ありがたいことです。今日はありがとうございました。60過ぎてあのアクションきついっしょ。おっさんはみんなどっかに爆弾抱えてんだよ。現場が好きでね、目離すとすぐいろんなスタジオ行っちゃうから。映画史に語り継がれる名脇役たちの大表演、最高のエンターテインメントの結末やいかに。不思議だね役者って。よーいアクション。映画バイプレイヤーズ。役者役者役者。はい。